おはようございます。今日は、6月25日。現在4時15分ですね。さっきね、いつものポイント見てきたんですけど、今までのね、増水とか雨とかのせいでね、もう、地面がぐちゃぐちゃでね、歩けない状況なんで、ここがね、空いてたんで、もうこの JR、鉄橋下で、やってみようかなと思います。ここもね、80台はね、上がってるとこなんで、頑張ってね、釣っていこうかなと思います。今日もね、30度ぐらいまでなるっていうんでね、ちょうど橋の下でちょうどいいかなと思いますんでね。でね、ここはもしかするとまたボートが、カヌーがね、カヌーの練習場になってるんですよ、ここ。だからね、落とし重りして、それでやろうかなと思ってます。というわけで、今日もね、頑張っていこうと思います。4時40分、準備できました。というわけでね、とりあえずまず団子で、コーンで行ってみようと思います。でね、若干ね、流れはね、早いんですけど、落とし重りやるんでね、多分流れていかないと思うんですよね。で、なんつうんでしょう、ブレークラインというかね、チャンネル、この辺からこう深くて、そこの真ん中のピアの方を向かって行ってるんですよ。で、向こう側に、向こう行くほど、向こう側がブレークライン。というわけでね、その橋のね、その辺狙っていこうと思います。というわけで、今日はね、サーフスイングでね、90台まだ釣ってないんでね、なんとかね、これでもでかいの釣れるように頑張ろうと思います。現在6時40分、今のところね、当たりなし。予定ではね、今日からね、入院だったんですけど、ちょっと薬飲む関係で、2週間ちょっとね、入院が伸びちゃったんで、入院はね、2週間後ということで、その間なんとかね、釣りができる時間があれば、なんとかね、釣っていこうかなと。でね、今ね、バスタックルもね、ちょっと紹介してるんですけど、ちょっとね、バスもやろうかなという感じなんでね、なんとか頑張って、ランカーバスと、ランカー鯉をね、狙っていこうかなと思います。というわけでね、引き続き、頑張っていこうと思います。ね、当たりました。今から、あげます。そこそこなんかありそうな予感がしますね。
なかなかいい引きが。でね、今はちょっと見えないですけど、すごい結構デカめな尾びれが見えたんで、ちょっと楽しみですね。なんとかバラさずに、取り込むように頑張ろうと思います。寄せました。80あるかどうかぐらいですね。とりあえず、取り込んで、測ってみようかなと思います。よし。今、7時です。80はなかったです。70ね、7、8ってとこでした。口。こんなもんですね。77、8、7ってとこですね。やっぱね、こう、細長い、オスの鯉ですね。なかなか引きました。尻尾もね、大きいです。というわけで、なんとか釣れました。というわけで、坊主は免れました。というわけで逃がします。なんとかね、坊主逃れ、いけました。まだね、全然70代なんでね、もうほんと小物中の小物なんで、ここにね、いるという噂のメーターいるっていう噂があるんでね、なんとかそれを狙っていきたいなと思います。というわけでね、引き続き、どんどんね暑くなってきたんですけど、頑張って釣っていこうと思います。現在10時です。今ね、3頭目餌打ち替えました。やっぱね、流れが早いんでね、ゴミが結構、ついてますね。多分ね、2時間ぐらいでね、当たんなければもうゴミでね、埋まっちゃってるような感じですかね。だから次から2時間ごとに交換していこうかなと思います。はい、2本目当たりました。タモまで入れて、ここまで乗っけたんですよ。そしたらね、滑って、測る前に逃げていきました。でもまあね、行ってもね、65ぐらいでしょ。うん、65ぐらい。うん。まあいいや、65ぐらい。というわけでした。じゃあもっとでかいの狙って頑張ります。ちなみに今11時10分ぐらいですね。11時45分。どうですか、立派ですか。立派だよ、釣れるじゃん。次はもうメーター釣れるように祈ってください。祈ってても誰も釣れるんだ。誰もです。雨乞いしてください釣れるようにというわけで、なんとか2本釣れるいいよ。もうあそこポイント間違いないです。虫が犬と散歩してます。偉いよ。犬の方が偉いですか。はい、帰ってきた。向こうへさ、行こうとしないよ。行こうとしない。行こうとしないよ。
座って、じゃああんま遠く離れないように、うん、偉いよ、はい、偉いですか、偉い、はい、ありがとうございます。3本目当たりました。当たりあげます。2時頃3本目当たったんですけど、測ったんですよ、77で。ただね、ボタン押し間違いで、カメラのボタンを押し間違えたんでね、測ってるとこを消して、それ以外のとこが映ってました。というわけでね、3本目はね、動画ありません。ただね、1本目と似たような感じだった、似たような感じです。尻尾の大きい、細い、のごい系の鯉でした。次はね、まあね、80いかなかったんで、まあいいです。というわけでね、次こそ頑張ってでかいの、狙っていこうと思います。現在3時です。で、恒例の、水温チェック。21度。というわけで21度。でね、今気温ね、31度ぐらいあるんですよ。あ、32度。気温が。でね、ここ、こう、日陰になってるんで、意外とね、風も抜けて涼しいです。でね、まあ、釣れてるんでね、ここ。釣れる場所なんで、まあ、夏の間、ちょっとね、ここでやってみようかなと。ここと、あとはダム。という感じで。ピアのあたりがね、深いんで、あそこがポイントだと思います。あそこで3本当たってるんで。まだまだね、でかいの当たると思うんで、なんとか、頑張ってみようと思います。当たりました。あれでも止まっちゃったかな。ちょっと上げてみます。バラシです。4本目。もしかするとね、ゴミかなっていう気も、でも走ったんですよね。走って止まったんで。多分ね、鯉がかかったと思います。というわけで、バラシ。というわけで、次頑張ります。現在4時です。ちょっとね、コーンだとね、ずっと小さいのばっか当たってるんで、ちょっと16ミリ、ボイリーダブルで、ちょっとやってみようと思います。これでね、6時まで、ちょっと粘ってみて。それでダメなら、終わりと。釣れれば、釣れても終わり。っていう感じで、いきます。あっという間にね、6時になりました。5時頃にね、一回ちょっと、竿先当たり来たんですけど、乗らなかったですね。というわけで、今日は4回当たって、3本。で、まあ、77が2本って感じですね。で、あとは65ぐらい。まあね、ちょっと今日は小さいのしか当たんなかったんですけど、まあなんとかね、ここのね、ポイントがね、分かってきたような感じがするんで、またね、こう来れれば来て、
ちょうどね、あれですね、日陰になってるんで、なんとかね、こう今日32度あったんですけど、ね、耐えられるような暑さだったんで、耐えられる暑さというか日陰で耐えられたんで、またねここ来て、今度こそはねでかいの釣れればいいかなと思います。というわけでまた次の動画よろしくお願いします。